はい、どうも、まおかちゃんです。8ボールチャンネル、久しぶりに復活ですね。いや、長かった。まあ、いろいろね、機材トラブル、まあ、機材新しくしたりなんだりで、まあ結構時間も経ってしまいまして、まあ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 、これからね、徐々に復活していきたいと思うんですけども、復活目、復活第1弾、今日7月14日、フィルミズ杯ですね。宮城県東部でやるフィルミズ杯の方に、まあ、今日はね参加したいと思います。僕はね、宮城県の吉光さんとか、吉光使いの人、3人で、まあね、出ようかってことで、まあ、今9時半くらいなんですけど、これから、ね、地元のメンバーの安健さんを仙台駅の方に迎えに行きたいと思います。ということで、11日よろしくお願いします。おこれ、まあ、スタートしてセンターで試合をして東部で、わかんない面白い絵が撮れたんですか。あと撮ってみる。え、使ってくれ、プロスマプロスマグリッツアカウント乗ってくれ、やばいんだけど、叩かれちゃう叩かれ嘘みたいなシャブリを使いに行くんです。バッタバッタリリングシャブ。いや、もうね、この頭部のね、空気感大好き。え、来るの初めてね。マジでもう大会仕様になった。いやー、機材もすごいっすね。練習行きたいっすね。食ってきたの？食ってないでしょ。食ってないっす。もう朝から何も食ってない。マチ君とか来るの？マチ君とか。多分もう少ししたら来ると思うんですけど。今釣りなんですよ。ああ。あーもう昨日から心折れっぱなしだよあーまあもう昨日から何人あげてんだよあらあらおお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 あれ、もしや、スコッチさんですか。どうも、撮影大丈夫ですか。いや、今日来てたんすね。初めまして。誘ってもらって、初めまして。あ、どうなんすか。今日は誰と。今日は、キャンさんと、あとキャンさんの知り合い。あー、いつもサークラとかでやってる。サークラ。あー、今日はよろしくお願いします。安健さんが来ます。安健さん来ます。ウキに今どこやー言うて。この辺なんですか。じゃあ10、
2時頃には着くって言ってましたね。ギリギリじゃない。ホルムラ君どうよ、調子は。めっちゃ隠れそうでした。いやなかなか勝てないね。まあ、でもなんか昼間ってさ、俺結構夜中やることが多いから、まだなんか昼間の方が俺は戦えるんだよね。このカスタマイズのコンセプトは何なの？これ色変える間違いじゃない。あ、そうなんだ。インターにしようと。なるほどね。最近は家庭用が多かったのかな。家庭用しかしないですよ。まあ、わかるわかる。いやキャラわかんない。あー惜しい。おーこれカメラ、カメラ、おー今日のために3万円おー、すげえ。当てきたいんだよ、当てきたいんだよ。あー、ちゃちゃちゃーあー、すげえ。あー、すげえ。いやみんな続々集まってきてますね。ドラグロフですか？ドラグロ、ライアン、ライアン、おお、おい、おい、おい、緊張してる、なんかカメラみたいなのがある。いつも通りの妖精さんで安心しますね。おめでとう。やばい、やばい。当たった。あらららら、なんで怒んの？こういうの良くないよ。Okay.
おお、マジすごい。おめでとうしろった。今日も決めポーズは健在です。いつも通り。いつも通り。いつも通り。間違いない。大会やってるって聞いたんですけど。すげえ。これカメラすごいね。カメラとかビデオ。ドラクエの魔法使いが持ってそうなステッキに。はい、言われます。つや。アクションカメラみたいな。なんかつけようよ。そこら辺なんか浮いてたらかっこいい。なんかこう。カスタマイズしようぜ。ああ、ダメ。マジ。やりたいっすね。ジャンプ置いてて。電化の音。あれこれ壁まで持ってかれてレイジャーって死ぬはしないから、まだ出さない。なんで来てないやつや。ほんま生ロウヤクが来ちゃいますよ。生ロウヤクが、マンバさんがこう伝えへんからこうなるやん。問題からまたやる。やすけさん、ああ、やってる。ここからね。かもしれないので、もう払ったけどもらってないと思います。もらってない。あ、やった。あ、やった。あと500円渡します。ああ、消防の方が先にもらってますか。ありがとう。どういう理屈だ。前にヤスケンさんに会った時より勝利数が3000勝ぐらい上がってるんですか。こんなにかよ。なんか来るかなと思ったけど。
お。ああ。ああ嘘。ああ。大丈夫大丈夫。ヤスケさんがめっちゃ騒いでめっちゃ肌がなんたら見えるやもうエントリー買おうがいい。俺らあれだね、チャンさんチームとだね。イスターさんにじゃない。やばいね。これカメラ。この時の今日のために買いました。これやばい。動画ですぐベルグさんと同じことベルグさんとベルグさんと同じことやって残念でも今日の一番のターゲットはね。誰かなカーズ。カーズあれでしょ。真ん中のこうやってっつってベルグさん。あやまも同じことしかなかった。本当にもう。あれじゃないですか、有名な片方これのやつなんじゃないですか。